方遠藤森田の後継者がいないのが痛すぎる。遠藤森田の交代がいないのがきついな。佐野まだ戻せないし。佐野は正直道閉ざされてね、真相で救われたとかでもなきゃ無理だと思うし、うやむやなっちゃったから、それももうなさそうだし。ドイツ行けたってことは相手方とちゃんと話しつけたってことだから、そのうち戻れるでしょ。相手の精神状態が悪くて捜査の進行が無理って話もなかった？示談の場合でもこれまで表に出た内容のままだとちょっとな。不起訴にはなってるから、これ以上刑事的なものはないけどね、伊藤と違って事件を起こしたことは認めてるので、呼び戻すのは簡単ではないな。まだ揉めてる伊藤の方が業界は危ない橋渡ってると思う。あっちも早くスッキリしてほしいわ。刑事では不起訴で決着ついてて、伊藤側が相手を許さんって話だから別に、お互いにまだ審査会がどうので差し合ってるのかと思ってたわ。伊藤側だけが怒ってるなら大丈夫そうだね。それはもう身長がたまなかった時点で実質終了だろう。どこであったの？さすがにソースまでは覚えてねえや。後継者問題の話題かと思ったら伊藤佐野の不起訴の話だった。誰かが伸びるかもしれないよ。遠藤だって若い頃はここまで活躍すると思われてなかった。ロシアワールドカップでは国内組 SB 招集で出番例。25歳海外2部移籍からのリバポ到達だからな。古橋や直近代表呼ばれた大橋もそうだけど、遅咲きでも成り上がりできるってのは素晴らしい進歩。ベルギーの試合見るとチマはまだ微妙。